演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さんチキンを回転ステッキプレーンを食べたくなって、この前明太子マヨチーズ明太子ソースを食べてみたプレーンを食べるんですね。これもやっぱり巨大カニカマなのかな。見た目はまさに前回と同じ巨大カニカマですね。感触もあまり前回と変わらないですね。やっぱり中に入ってるだけなのかな。ではいただきます。見た目通りの風船スティックで、プレーンというだけあって、カニカマのことしても、下はこちらの方が上でしたね。ただ、明太マヨがね、ちょっと物足りない気もしますね。刺激があっても好きという方は、明太マヨをそのままで味わいたいので、こちらをお勧めしますね。自分はどちらもやっぱり刺激があった方がいいので、こちらも先生にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。ええんですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方は、クリックをお願いします。